ウィングスーツで飛行する、ヨースベースジャンピングにおける滑空から着陸までの過程。パラシュートを展開し、着陸体制に入るヨースウィングスーツは、手と足の間に布を貼った滑空用特殊ジャンプスーツである。ムササビスーツと呼ばれることもある。ウィングスーツで飛ぶことを、ウィングスーツフライング、またはスカイフライングと呼び、ウィングスーツで飛ぶ人のことを、 ウィングスーツパイロット、ウィングスーター、スカイフライヤーと呼ぶ。ジェットエンジン付きのウィングパック高高度装備を身につけたウィングパックウィングスーツは1990年代中頃にフランス人スカイダイバーのパトリック・ド・がヤルドンによって考案された。1999年にはフィンランドのバードマン社から世界初の市販ウィングスーツが発売された。 スカイダイビングのように飛行機やヘリコプターにより上空からや高い崖からのベースジャンピングにより飛び降りウィングスーツによって空気抵抗を増やして落下速度を抑えるだけでなく揚力も発生してムササビのようにある程度滑空することができるようになっている最高時速は 200km 以上に達しスーツ単体で高度維持したままの急減速が難しい ため着陸の際は、事前にパラシュートを開いて減速し着地する。また、飛行機のような、硬質な翼を背負って滑空するタイプもある。これは、ウィングパックと呼ばれ、重量は増えるが、滑空性能に優れ、さらに、ジェットエンジンをつけて、水平飛行を可能にしているタイプもあり、軍事目的としても開発されている。 初めてのウィングスーツの使用には、ライセンスを持つ現役のスカイダイバーで500回以上の通常スカイダイビング経験、または最低200回以上の通常スカイダイビング経験とインストラクターの指導が必要である。ウィングスーツによるベースジャンプからの死亡事故は非常に多く、毎年20人余りが命を落としており、特に2016年は確認できているだけでも31人もの。 死亡事故が起きている。2009年11月12日、米国カリフォルニア州エルシノアシで、世界16カ国から集まったフライヤー68名により、ウィングスーツ世界最多人数のフォーメーション飛行が行われ、米国公式記録として登録される。日本からは、伊藤真一が唯一参加。2011年5月28日、米国カリフォルニア州にて、 伊藤真一がウィングスーツ世界最長飛行の自己記録を更新。高度3万2000フィートから降下し、23.1キロメートルを5分22秒で飛行した。同時に、ウィングスーツでの最高水平速度世界記録時速363キロメートルも達成する。2012年5月26日には、ウィングスーツ水平飛行距離26.9キロメートル。 総合飛行距離 28.7km を飛行し、自己記録をさらに更新、通算5回の世界記録を達成する。ありがとうございます。